あ、ひさめっち、何してるの？鍛錬の時間なので、その準備をしていました。天才剣士ってどのくらいすごいの？なんか見てみたい。剣術は人に追いされた見せるものではないのですが、宮本武蔵が箸で飛んでる灰を掴んだらしいけど、ヒサメッチもできるの？余裕ですね。すげえ、見てみたい。余裕ですが、ハエなんて掴みたくないです。じゃあゴマを。え、ゴマってあのちっちゃいすりつぶすと香ばしい香りのするゴマですか？うん。行きますよ。私天才剣士ですから。じゃあちょっと取ってくる。待ってて。簡単に見つかったけど、これでいっか。ヒサメッチ、お待たせ。まずお箸。長い！このお箸なんか長いです！菜箸ですよ！普通のお箸じゃなきゃできなかった？できますよ。天才は道具を選びません。よかった。で、ゴマが見つからなかったんでこれ。アンパンの上にちっちゃいの乗ってるじゃん。ダメだった？やっぱこんなちっちゃいのは無理。できますよ。やってみせますよ、天才ですから。じゃあ風に乗せてそっちに投げるから。いざ、尋常に。おい、あ、風に乗ったけど、私も見失った。でも天才剣士なら心眼とかで見つけられない？なんて無茶ぶり。でもやってみましょう。心眼はお手のものです。じゃあもう一回行くよ。ほい。そこです。お、掴めた。天才だ！天才箸使いだ！天才剣士です！それより、さっきからヒサメッチと軽々しいですが、私サンマル G で先輩ですよ。サンマル G って強そうな人ばかりだけど、ヒサメッチも強いの？舞台最強を自負しています。マジで？天才剣士ですから。ただし3分以上は戦えません。なんで？3分以上戦うと吐血します。もしかして病気なのか？天才剣士に課せられた宿命という設定です。そっか、天才剣士も大変なんだな。うん、設定？設定です。天才剣士は過去あるべきと。ヒサメッチってかなり変わってる？いえ、単なる天才です。ヒサメッチを誘ってお風呂に行こうかな。ヒサメッチ、一緒にお風呂行かない？先輩として後輩の申し出を無下には断りません。じゃあ背中も流すよ。後輩として先輩を敬うのはいい心がけですね。
しごしごし。人の背中を洗うのに随分とご機嫌ですね。いやヒサメッチの背中ちっちゃくて可愛いから洗いがいがあって。か可愛い。あれ照れてる。え、照れてません。背中が可愛いと言われても嬉しくありません。剣士って言うから刀傷とかあったらどうしようかと思ったけど、綺麗でよかった。指導不覚悟。背中に傷があっては剣士の恥です。囲まれたら。囲まれる前に敵を切れば問題ありません。今私に襲われたら。仲間を疑うことも恥です。共に戦う者に背中を預けることに何の躊躇があるでしょうか。ヒサメッチ。抱きつかないでください。抱きつかないでください。どこさん悪いですか。いい湯だなぁ。